ナセル湖とは、エジプト南部から、スーダン北部にある、アスワンハイダムによって作られた、人造湖。長さ5 5 0トル、面積は5 2 5 0トル。最大貯水量1 5 7キロメートル。スーダン側では、ヌビア湖と呼ばれる。ナセル湖の名称は、アスワンハイダムプロジェクトを支持したガマール・アブドゥルナーセル、大統領にちなんで名付けられた。ナセル湖は、 ナイル川をせき止めるアスワンハイダム建設工事の結果として生まれた湖であり、1960年代には水位の上昇に伴って大規模な移住プロジェクトが必要となった。水没した地域には18の歴史的な寺社、教会があった。ヌビア及び古代エジプトの考古学的に重要な場所は地区ごとに解体され、アブシンベルなどより標高の高い場所に移転した。 河川港と鉄道ターミナルがあり、スーダンの主要都市となっているアジハルファは水没し、その側に新しく町が作られた。一方エジプトのナイル川上流があったヌビア地域の集落も水没し、そこに住む数十万の人々はすべて移転を余儀なくされた。1990年代におけるナセルコの水上昇によってエジプト側に水害が起こったため、 それを防止するため1998年から西のサハラ砂漠側に都市過去の建設を開始した。アスワンとワジハルファの間にフェリーが運行しており、ワジハルファから鉄道で首都のハルツームまで行くことができる。スーダンエジプト間の陸路による国境横断を禁じられ、両国間をつなぐ舗装道路がなかった頃は、このフェリー航路は空路を除けば唯一の交通手段だった。 原材料都市は回路、ケープタウンハイウェイで行き来することができる。観光客にはナイルパーチなどをターゲットとしたスポーツフィッシングの人気が高まっている。エジプトとスーダンの国境付近のエジプト側のナセルコの一部などはワージハルファセイリアントと呼ばれる領有権の争いのある場所となっている。ナセルコのパノラマ、ありがとうございます。